コミケの努力は無駄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 冷めた目しやがって。俺でも伝わらねえなら俺のスタンド能力を解放するしかねえな。来いゴールドエクスペリエンス。ゴールドやゴールドや。これから最も大事なコミケのルールを発表するぞ。聞こえる、聞こえるぞミスター。波の音か？違うぞミスター。これは大井町の始発組の足音じゃないか。あいつらもうすでに始発ダッシュの準備をしてやがる。コミケ会場は当然だがダッシュ禁止だ。駅から会場までの通路もダッシュ禁止だ。わかるだろう。転んだりしてみろ。スタッフのみんなが対応しなくちゃいけないんだ君たちのこと。そして何よりこれからトリッシュを救い出しに行く俺たちも君たちが転んであたんたしているうちに遅れを取ってしまうんだよ。そんなんじゃ1日目から転んだんじゃ君たちのコミケのここまでの努力はメダ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 メ。いけゴールドエクスペリエンス。ムダ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 ミスター、おかしいことがある。なんで彼らはすでに並んでるんだ。まだ朝の4時を回ってないぞ。コミックマーケットのルールは始発が走り出してから並ぶっていうしっかりとしたルールがあるはずだ。彼らはなんでこんなに並んでるんだ。タピオカか。国際展示場駅にはタピオカ屋はまだやってないはずだぞ。考えるんだ、よく考えるんだミスター。分かったぞ。徹夜組だなお前ら。徹夜をしているなお前ら。ふざけてるんじゃないぞ。俺たちはミスターやブチャラティは始発からしっかり取れずに並んでトリッシュを救い出す。そういうやつらが地方から東京に住んでるやつらも朝しっかりやってくるんだ。そういうやつらの気持ちを踏みにじるお前らは徹夜組は出だやしだ。いけゴールドエクスペリエンス。ありゃ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 。無駄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 。ありゃありゃありゃ無駄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 。ありゃ無駄。頑張れ。無駄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 無